皆さんこんにちは、エビサーです。エビチャンネル、今回はコンサートの差し入れのあれこれ。さあ、コンサートの差し入れという文化が日本にはあるんですけれども、まあこの差し入れっていう文化自体どうなのかなって僕は思っちゃうんですが、まあとにかくその演奏者に対して差し入れを持っていく人が多いですね。それがなんか、例えば音大関係の人とかだと、もう当たり前のように持ってきたりします。例えば後輩が先輩に対して持っていくとかっていうのも結構多いんですけど、僕なんかはチケットを払って来てくれてんのに、さらに差し入れまで持ってこられるのもちょっと悪いなと思っちゃうので、別にいらないんじゃないかなって思うんですけど、まあなんか慣習としてそのようなものは結構残っています。で、今回いろんな人に聞いてみました。身近な人たちに、差し入れとしてもらって迷惑なものと嬉しいもの。迷惑なもの、期限の短いもの、お菓子、お花、などなどということなんですが、まあ、お菓子で期限が短いもの、例えば生系のものだったら、もう1日2日で終わっちゃうようなものはもうすぐ食べなきゃいけないですし、結構用冷蔵のものとかだったりしても、コンサートの後今度打ち上げ行ったりとかして溶けちゃったりする場合も中にはあるかもしれないので、そこら辺は結構もらって、ちょっと困る時もあるかもしれませんね。で、お花は、まあお花を喜ばない女性はいないって言うんですが、結構これ女性の演奏者に聞くと、まあやっぱりたくさんもらえばもらうほど処分が大変みたいで、結構その処分に困る人が多いみたいです。なので、まあお花に囲まれること自体はすごく嬉しいしありがたいらしいんですが、結構その後が大変っていう人が多かったですね。それから結構珍しいものでは、自分の書いた書、習字ですかね、とか、あと絵とか、それから自分の演奏した CD を持ってきた人もいるそうです。まあ、こう自分としては気持ちを込めてって送ってるんでしょうけども、結構こっちとしては、どう受け止めていいかわからないものっていうのも結構あるみたいですね。で、例えば絵とかだったら、子供が描いたものだったら、まあ全然こう、ありがとうって感じになる人も多いですけども、まあ大人から絵をもらうっていうのはもちろんすごくね、画家としてやってる人とかだったら嬉しいかもしれませんけど、でもその絵の大きさにもよるし、その絵を持ち帰るのも大変だったりすると結構、困っちゃうかもしれませんね。さあ、それからですね、鉢植えをもらった人っていうのがいましたね。鉢植えもらったらそれは大変ですわな。もう結構持ち帰るのも大変だし重いし。それから酒が飲めない人に酒を持っていくっていうのも、これはまあ、その演奏者が飲めるか飲めないかを知ってるか知ってないかも。例えば、チョコをそんなに好きじゃないのに、やっぱり女の子だからって言ってチョコをいっぱいもらい続けてたっていう人もいましたので、そこら辺はリサーチが必要ですね。ね、しおりり。はい。しおりり、お酒が飲めないので、ね、お酒もらっても処分に困るらしいです。さあ、それからロキスタンとかラッシュなど、こう、匂いがあるもの。例えばハンドクリームとかって、これからの時期、冬とかは結構みんな、女性なんかはつけてるのでいいかなと思いがちですけど、結構その、まあ香りが必ずついているので、結構好みによって分かれるそうです。それから、親しい友達だったらいいんですけど、そこまでこう知らないのに手作りスイーツとか渡されるのもちょっと距離感としてどうなのかなって思うらしいので、そこら辺も注意が必要です。それから、マフラーとか手袋は趣味が合わない場合がありますので、これも要注意。それから、ぬいぐるみも、まあ、魂がこもってる感じがする時もあるかもしれませんので、これもなかなか難しいですね。じゃあ、嬉しい
もらって嬉しいもの何かっていうのを逆に聞いてみたところ、まあやっぱり小さいお菓子、チョコとか、例えばゴディバの、こう結構値段はするんだけど、こうちっちゃくて軽いお菓子とか、そういうものは結構、まあ王道としてみんな差し入れに持ってく人は結構いると思うんですけど、やっぱりそれは嬉しいらしいです。持ち帰るのも簡単だし。後ですぐ食べれるし、そしてなかなか自分で食べないぐらいの値段で、こう、一個何百円ってするようなチョコを食べるのも、女性なんか特に嬉しいみたいですね。それから高級なハンカチ、こう自分では買わないレベルの値段のハンカチだったりだとか、靴下みたいなもの、こう消耗品として使えるものなどは、いくらあっても女性はいいらしいです。ので、ぜひそこら辺に重視してみてもいいのではないかと思います。それから、紅茶とか、まあ飲める人だったらコーヒーとか、そういうお茶系は結構やっぱり軽いので、それもいいということですね。まあ、それから、しおり D は柴犬を飼っているので、柴犬グッズが嬉しいそうです。そうです。ですので、ぜひ、しおり D のコンサートの際は、柴犬グッズを持っていってください。さあ、ということで、じゃあ実際何が最強かっていうと、やっぱり日本の伝統であるご祝儀袋。これが一番演奏家は喜ぶんではないかなという結論に達しました。いろんな人に話を聞いて、結局なんだかんだご祝儀袋ってもらうと嬉しいよねっていう話ですが、結局金かいって話ですけど、でもやっぱり、チケット代を払って来てくれてるんですけども、でもそのコンサートをお祝いとして、どうぞってご祝儀袋をいただくと、やっぱり嬉しいものです。ですので、この日本の伝統ご祝儀袋、ぜひ一般に復活していただきたいと思います。いかがでしたでしょうか。これからも音楽の様々な裏話を語っていきますので、もしよかったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。